アンワル・アウラキーは、アメリカ合衆国出身のイスラーム主義活動家で、同主義を標榜する組織、アルカアイダの幹部。アメリカ及び、イギリスのイスラム過激派に、大きな影響力を持つと同時に、アルカアイダのイマームも務めた。2004年以降は、両親の出身地であるイエメンに居住し、アラビア半島のアルカアイダの指導者となった。 オンラインマガジンインスパイアや you、YouTube、Facebook などのソーシャルメディアを通じて、啓蒙活動やテロの指南を行ったため、インターネットのウサーマビン・ラーディーンとも呼ばれた。アウラキは、アメリカ合衆国のニューメキシコ州ラスクルーセスで、イエメン出身の両親のもとに生まれた。アメリカとイエメンの二重国籍者である。アウラキは、英語とアラビア語を流暢に話す。 アウラキの父親はイエメンからフルブライトプログラムの支援によりアメリカに渡りネブラスカ大学で博士号を取得した後ミネソタ大学に勤務したアウラキが7歳の時に一家はイエメンに帰国した父親は首都のサナーにあるサナー大学の学長を務めアリー・アブドラー・サーレ派政権の重要メンバーとなったイエメンの元首相のアリー・ムハンマド・ムジャワルは アウラキ家の縁石である。1991年にアウラキはアメリカに戻り、学生ビザでコロラド大学に入学した。彼はここで学内のムスリム学生連盟の議長を務めている。夏はアフガニスタンで元ムジャーヒディンから軍事訓練を受けていたとされる。1993年に世界貿易センター爆破事件が発生するとアウラキはアフガニスタンに渡った。 アメリカに戻ると政治的な活動を開始し、アブドゥルラ・アッツアームの言葉を主に意味をするようになった。翌年にアウラキは結婚し、デンバーついでサンディエゴのムスリム教会でイマームを務めた。この頃に売春容疑で二度逮捕されている。また FBI はハマースの資金を追っている過程でアウラキの捜査を行っていた。アウラキは サンディエゴ州立大学で修士号を取得した。2000年の米カンコール襲撃事件の首謀者たちや2001年9月のアメリカ同時多発テロ事件で航空機をハイジャックしたテロリストらはサンディエゴでアウラ機と接触しており、そのうち3名がアウラ機の説教に触れている。アウラ機は2001年にジョージ・ワシントン大学の博士課程に進んだ。 アメリカ同時多発テロ事件が起こると FBI はアウラキへ4度の尋問を行っている。2002年にアウラキはイギリスに移住し、ロンドンやアバディンなど各地で説教をした。2004年にイエメンに帰国し一族の故郷であるアタクで妻と5人の子供と暮らし始めた。大学で講義を行う一方で、 誘拐事件を起こしたとして、イエメン警察に逮捕され18ヶ月間投獄された。2007年に釈放されると、シャブワ県の山岳地帯の寒村に移住した。2009年11月に発生した、ベイーク軍基地銃乱射事件の被疑者にダルマリクハサンや、同年12月のデルタ航空機爆破テロ未遂事件を起こした、ウマルファールーク・アブドゥルムタルラブも、アウラキの説教を受けていた。 2010年4月にバラク・オバマ大統領はアメリカ国家安全保障会議の同意のもとにアウラキの殺害計画を承認した。アメリカ国籍保有者が CIA の暗殺リストに載ったのは歴史上彼が初めてである。アウラキはアメリカ国内においていかなる罪についても逮捕状が出ておらず、人権団体の中には政府の決定に疑問を投げかける者もいる。 2010年11月にアウラキはイエメンにおいて外国人殺害容疑で被告人不在のまま起訴されイエメンの裁判所からもアウラキの逮捕命令が出た2011年5月にアメリカ軍はアウラキの乗っていると思われる車にミサイルを発射したが殺害に失敗したその後アウラキはイエメン南西部に潜伏していたとみられる 2011年9月30日、イエメン中部マーリブ州で、CIA の無人機による攻撃を受けた際に死亡した。40歳没。ジジドッ .com、アルカイダ系指導者を殺害イコール反米テロ主導のアウラキシイエメン。これについて、バラク・オバマは、国を脅かす危険人物である場合、大統領は国内外を問わず、情報機的措置を行使して、 米国市民を殺害する権限があると述べた。ベンジャミン・フルフォード、アメリカが日本にひた隠す、日米同盟の真実青春出版2014年2月、P108。ありがとうございます。